彼女といる時に着信かかってくる的な。やだよこんな映画。おーい、皆さんこんにちは、小田健です。今回も私も一緒にやってこぜ。よし、ということで今回はフラレ回避っていうゲームを実況プレイしようかなと思います。はい、タイトルが壮絶とりあえずタイトルが壮絶。はい、こちらのゲーム、男の子が主人公なんだけど、この主人公の男の子に彼女がいるんですよ。こちらの彼女から振られるのを回避するっていうゲームです。早速やってこぜ。ファーストステージ、歯ブラシ。はい、押し決めるのかこれ。始まったね、映画上映。はい、あー、何してんだお前ら、イチャイチャと。リア充半端ないなこれ、爆発しろマジで。俺の目の前でイチャイチャしてんじゃねえぞこの野郎がお前は本当に可愛いな。彼女、もう俺くんたら。自分の声にイラってきた今はい、ちょっと洗面所借りるね。はい、あ、なるほど、これでちょ展開が分かってきたぞ。おう、決めてんじゃねえぞ。はい、彼女が、あ、歯ブラシ2本あることに気づいたー。はい、てん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 、やばいね、それはてん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 ってなるよね。ちょっと俺くん、やばいぞ、どうなる俺くん。ファイト、ファイファイトってなんのこれ、なんで2本あるの。やべ、あれは昨日別の彼女、おい別の彼女が置いた歯ブラシってお前、二股してるのかこの野郎やばい状況だな。なんとしてもこの俺くんを逃がさないといけないみたいだな俺は俺はこいつを助演すんのか。じゃあ頑張ろなんとか言い訳して乗り切るしかない。うん、なんで2本あるの。めっちゃこの笑顔が怖え超怖えんだけど、腕組んでもう何も聞かなそうだね。3択あるのね。なるほど、選択して決めるのかな。用意しておきました、俺2本使ってるんだよね。古い方を捨て忘れたんだよ。俺2本使ってるんだよねってどういう結末になるのこれ。押してみようぜ。まず俺2本使ってるんだよね。嘘でしょ、それそうなるよな、二刀流なんだよ、効率的だろやばいなこれ。頭大丈夫か本当に。その発想はなかった。念入りに磨くために2本を使い分けて。ごめん、友達のなんだ。いやー、二刀流でいきますか、効率的だろバカなこいつ絶対バカすぎるな二刀流なんだよ、効率的だろあー、超引かれてる、それ引くわな、こんなダックダクだもん絵がでも可愛いね。ちょっと待って、真面目に行くぞ。古い方を捨て、あ、これっぽい、これっぽい。古い方を捨て忘れてたんだよ。まだ使えそうだけど、毛先が開いたらすぐに買い替えたいんだよね。よかったら使う。真ん中はないな、とりあえず。その歯ブラシ、歯に合わなくてさ、あ、これっぽい、これっぽい。これ行こう。その歯ブラシ、歯に合わなくてさ、よし、歯に合わないのに使い古したの？矛盾してない？あ、しくったか、これ。あ、しくってた、やっぱ。やべえ、頭が切れる彼女怖えな。よし、じゃあ次、こっち行きましょうか。毛先が開いたらすぐに買い替えたい。よし。オッケーオッケー、いいぞいいぞいいぞ。おー、これで、あ、クリア、やったやったやったっつっていいのかこれ。助演してるからな、浮気を。ってことで、セカンドステージやっていこうか。よし。あ、映画の音。いちいちいいね。この夏、映画いっぱい見たい。あ、ちょっと待って。おいおい、この後どこ行く？ラブラブどこ行くんだこの野郎ちょ待って、ちょっと待って、ちょ待って、みんな。画面の前のみんな。ニヤニヤしてるだろう。俺もだ、同じだ、次行こうん？お前が行きたいところ。イチャついてんの本当に。リア充爆発。もう、すねんなって。あ。女の人が前から。あ、見てる見てる、これ女の人、傷ついちゃうよね。あー、めっちゃ睨んでる。そうなるよな、そりゃ。あー、またこの笑顔！怖いな、サイコパス的笑顔だな、これ、ほんとに。ね、俺くん？始まりますよ！ファイト！猪木もびっくりなファイト！はい、ということで、始まりました。今見てたよね。ん？何よ？しらばっくれるか？それとも、肯定的になるか？認めるか？見てたよ。見てない。それとも否定！どういく？これは認めた方がいいぞ。見てたよ。どうなる？どこ見てたの？怖いなぁ。顔。はい。ちょ、胸と尻って。やばいでしょ、それ。
完璧に一発でアウトだ。可愛かったよね。あ、これは上はないね。ねえ。ねえ。よし。モデルみたいだよね。やばい、この誘導尋問やばいな。辛いな。生き地獄だわ、これ。はい。ね、ねえ。一度は付き合ってみたい。やばいだろ。この女の子傷つきまくる。はい。つい見ちゃうよね。これ。待って。ずっとねって。いや。だろうで行くか。勝負、勝負。だろうそうだよな。調子に乗るな。あー負けちゃった。そうだよな。そうなるよな。可愛い女の子いたじゃん。あー、いたいた。そうだっけ？嘘、どこどこ？これで行くか？嘘、どこどこ？しらばっくれよ！ひたすら。さっきすれ違ったじゃん。うわ、見とけばよかった。これはない。どのくらい可愛かった？焼いてる？焼いてる？焼いてる？うぜえな、これ。どのくらい可愛かった？ちょ、待って。でも、焼いてる気になんない？これ。みんな。焼いてる？これぶっ飛ばされるよね、多分これ。怒ってる。あー、なんだ、シンプル。結構シンプルだな。てん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 。あ、てん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 返すの、これ。あ、ダメだ、ダメだ。待って。お前ぐらい可愛い。チャラやな、こいつ。チャラやな。チャラやぞ、この V ネック。お前ぐらい可愛かった？決めてんじゃねえよ。あ、ちょ、待って待って待って。俺も決めさせて。お前ぐ、何よ、もう。あ、照れてる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 。あ、勝った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 。これでいいのか。クリア。勝ったってあんのか、これ。はい、次。サードステージ。着信。着信。彼女といるときに着信かかってくる的な？やだよ、こんな映画。おーい。何回イチャつくんだ、お前ら。お昼か夜かどっちの3時だ、この野郎。なあなあ、もっと近寄れよ。やだ、なんでよ。円満ですね。微笑ましい。もっと近くで見てんだよ。おめえが近づけよ、じゃあ。おめえが近づけ？あ、来た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 。あ！もろじゃねえかよ。自分の顔をアイコンにするタイプですね。はい。しれっとしすぎじゃない？あ、あ、今の電話って？あー、来る！アントニオ猪木もびっくりのファイト！誰からなの？あ、アラームだよ。知らない人。ん？待てよ。アラームで行くか。アラームだよ。なんでこの時間にアラームセットしたの？おー、やばいね。午前と午後間違えてセットしちゃったんだ。3時といえば、おやつの3時。あ！さっき俺、時計のこと言った。イチャイチャタイム、お知らせのアラームが、これどうなる？これどうなる？これやってみる？下。行きますか？よいしょ。ビンタされろ。ビンタされろ、お前。V ネック。ちょっと待って、ちょっと待って。ああ、良い子のみんな、見ないでねって言おうとしたら。ああ嘘!V ネック!V ネック M 字バング!ちょっと何してんだよ、マジで。私が出てあげる、このサイコパス笑顔。恐ろしかったー。よし。じゃあ、3時といえば、おやつの3時。これでいこっか？最初も言ったことだし。3時、おやつの3時ってめっちゃかわいいじゃん。幼稚園で習わなかった紅茶とおやつ持ってくるね。あー、ちょっと、これは幼稚園で習わなかった。え？え？大丈夫か？この子。V ネック大丈夫か？大丈夫か？やだやだやだ、おやつ食べる。そりゃ引くわ。誰でも引くわ。濁らすか。ん？んで行こう。電話、友達から？あー、ちょっと待って。友達、そうだよ。そうだよ。うん、じゃあ、うわっ怖えな、このサイコパス彼女。うおぉ、ちょっと待って待って待って。時報、女の人の声、あ、待って、女の人の声じゃダメ。待って、彼女にかける。これ挑戦者だろ、マジで。やべえな、これ。ちょ、動画的に挑戦者行こうぜ、これ。彼女にかけるって。目の前に彼女いんのに彼女にかけるってやべえな、つわものだわ、マジで。とんでもねえやつだ。こいつもサイコパスだ、多分。出る、出る。ちょっと何のつもり？あ、そういう展開？待って。あ、そういう展開？なんかもう一人の彼女かと思ったんだけど。お前と話したい。お前以外の電話には電話集まんない。お前と話したい。
隠し事する人とこれ以上話すことないから超見下されてる。では次、男友達にかける、これ言ってみよっか。どうなる、もしもし、俺だけど、なんか用だった？大丈夫か？用？あ！あ！なんで取り上げんの、人の携帯。よくないよ、人の携帯見るの。ちょっと変わって。もしもし、俺くんの彼女なんですけど、やべえ、きつえ、結婚して、浮気したら厄介なタイプ。大変だぞ、大丈夫か、俺くん。さっき電話かけました？怖え。あー、かけました。おお！やべえ、俺今ちょっと鳥肌立った。かけました、かけました。友達、俺くん感謝しろ、マジで土下座しろ友達に。あ、そうだったんですね。あ、もしもし、急に彼女がごめんな。おっ、かっけえ、かっけえって言っていいのかな。分かってんのかな、友達は。明日飯おごれよっつってくれたけど、何おごんのかな、好きやかな。はい、始まりましたよ、記念日。どうなるか、どうなるか。はい、あ、ご飯食べて、誰も見てないってば、食べさせてよ。あん、もう1年前と変わらないよね。え、ん、お前の食べさせてくれた生パスタうめー、イチャイチャだな。はいはい、それより俺くん、あ、今日記念日だね。こいつ忘れてる、忘れてますよ、彼女さん。始まりました、猪木ファイト。今日何の日でしょう。はい、もうそんな経つか。合わせすぎだろ相手に。ん、それって大事なことかな、これ。やべえ。喧嘩売ってんだろ、グーパンチくるよこれ顔に。俺もお前に聞こうと思ってたよ。あ、いやこれはダメだな、このね、頭いいんだよこの子。一番下はないってことは一番上で行くか。そんな経つか、あっという間だったね。なんかもう察してるよね、多分この女の子。今日みたいに外食じゃなくてさ、俺に手、え、手、手、手手ってどこだ。もう付き合って半年経つんだな。ハッピーバースデートゥーユー。いや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 、絶対誕生日じゃない、記念日だもんね。もう付き合って半年経つんだよな。ちょっと待って、待って待って待って、1年前もつってたよね。半年じゃない、これはやばい、これはやばい、マジで。じゃあ一番上かな。今日みたいに外食じゃなくてさ、俺に手料理作ってくれたよな。え、待って、これ選択肢一つ。ああ、今日みたいに外食じゃなくてさ、ええ、なんか解放されたんだけど。ちょっと待てよ、一番下行きますか。解除されたから、あれ別な時にステージ見れんのかな。ということは覚えてくれてたんだ。絶対にありえないけど、万が一忘れてた。ちょっと待って、どういうこと。絶対にありえないけど、万が一忘れてたらどうする。あ、そういうことね、なるほど。別の選択肢で。別の選択肢で。黙って抱きしめる、黙って手をつなぐ、黙って手をつなぐ。よし、いけ。おお、いい感じいい感じ、少女漫画によくあるやつ。お、俺くん、手にキス、初めて手をつないだ日だよね。なんだそれ。そんな日あんだ。手にキス、手にキスでごまかせ、勢いだ、キャッ。あー、でもいい感じ。初めて手にキスした記念日できちゃって、なんだこのチャラ男は、この V ネック M 字バング。何、顎に手添えてんだよマジで。もうドキドキして心臓疲れちゃう。おい、待て待て待て、あー、これ来た、マジか、これでいいのかよ。強引戦法、強引な感じに弱いね。はい、では次行きましょう。インターホン、インターホン。やばくねえか、家じゃん、もう来ちゃってんじゃん。大丈夫、聞きすぎるでしょ。あー、さっきはベッドだったけど今度はソファー。そのソファーなんかもう飛んでかないかな、天井突き抜けて。今日は話さないからな。何言ってるの、俺だけかよ、お前は違うの、私も離れたくないよ。あーあー、来ちゃった、ちょっとだけ待ってて。はい、どうなる。大丈夫か。顔映ってるよ。仕方ねえよ、お前がけじめつけろ、俺くん。はい、どうする、出なくていいの、めっちゃしつけえな。どうなる、やっぱ出た方がいいよね。セールスだよ、少し待って、お前から離れてかない。セールスだよ、
やっぱり出てきたら、セールスマンは説得のプロだ。ちょっと待てよ。セールスマンは説得のプロ。俺が出た時点で相手のペースに巻き込まれて変な商品とか契約させられるに決まってる。つまりイルスが安定。よし、行こう。かけてみよう。めっちゃ決めてる。逆転裁判並みに決めてる。あー、そういう感じ？あー、引きずられてるよ。出ちゃう、もう。やっぱ出た方がいいよね。よし、行く。新たな漢字これ何？やめて。あ、音楽直した。なんで音楽なんや、なんでこんなちょっとサンバな曲なの。シャルウィーダ、シャルウィーダンスその踊り何、どこで覚えたのその踊り。全然シャルウィーダンスするつもりないからね、これ一人でサンバだから。え、よくわかんないけど私が出るねそうなるよね二人とも眉間にシワが。よし、じゃあ強引な感じでいこう。少しだってお前から離れたくない。あ、バッテリーがあと 10% だって。みんな少しだってお前から離れたくない。でもうるさいんだけど。そうだよね、耳栓あるよ耳栓でこう。私の声も聞こえないじゃん。言葉なんかいらない。それは俺くんだけでしょ。さようなら。結構あっさり。インターホン行きましょうか。はい、インターホン。あー、どうするの、どうするの、勝手に来る系女子。ちょっとそこで待っててくれ。え、やっぱその顔なんだね。もう見られてるでしょ、モニター。ちょっとなんで部屋に入れてくれないの、反応も遅いし。めっちゃキレてるこの人も。この子にも、ちょっと待って焦ってる俺。この子に対しても言い訳すんの。お腹痛くてさ、部屋散らかってるって言ったらこの子、あの部屋勝たしてくれる説があるよね。ちょっと危ないから。お腹痛くてさ。あ、そうだったんだ、もう大丈夫。いや、ダメだったってなんで。いや、ダメだった。え？悪い。そういうわけで、今日は帰ってくれないか？あ、うん。素直？あ、しかもクリアなのね、これ。はい、では次、このステージ行きましょうか。カノトモ。カノトモ？どういうこと？お前の顔にキスの雨、降らせていいか？なんでこんな甘ったるいセリフばっかりの、この M 字バング。もう恥ずかしいよ。二人っきりなのに？はい、また来たで、カノトモって何？カノトモが来んの？あ、ごめん、今日友達来るんだった。え？二人これ住んで、どういうこと、どういうこと？どういう展開だよ、これ。はい。あ、めっちゃ見てる！あ、そういうことか。こんにちは、いい天気ですね。お前は3時か。お前は3時か、ほんとに。ね、私の友達って、え、どういうこと、どういうこと、ちょっと待って。ファイト。ちょっと待って。あー、もう、やっぱそういう感じね。なんでさ、呼ぶの？友達。この子もこの子で悪いんじゃない？やだよ。二人で遊んでんのにさ、なんか、ね。二人で先にね、遊んでたのに、あ、やっぱ友達来る、みたいな。マジか。一般的に見て可愛いかな。別に可愛い。さあ、どうする？どうする？これは難しいぞ。一般的に見て可愛いかな。これでいいんじゃない？はい。俺くんの意見が聞きたいんだけど。問い詰められて可愛いよね。やだな。別に、可愛い。別にっていう？可愛い。可愛いでいこう。へぇー。あー、これいい！可愛いヘアスタイルだな。あ、待って、次もいい。お前に会えてほしくてさ。さっきもこのパターンでなんかクリアできてね。はぁ、なんて言ったらいいんだよ。これはないわ。かわいいヘアスタイルだな。いや、ヘアスタイル、もう褒めんのダメだ。彼女がかわいそう。真ん中でいこう。ちょ、待って、友達にのにイチャイチャすんの辛いわ。お前に会えてほしくてさ。バカ。お前らはどんだけイチャイチャだよ、バカ。お前らがバカだ。お前はもっと可愛いよ。何友達の前でのろけてんだよ。バカか、お前ら、本当に。あ、お邪魔しちゃったかな。別の日に来るね。かわいそう！友達が一番かわいそう！この女の子、ほんと何？自己中だ、この子は。めっちゃやべえじゃん。何も気使ってねえじゃん。はい、ということで、先ほどなんか解除されたシークレットステージ、メシマズ。これ行ってみましょうか？顔が激画なんだけど。大丈夫か？よし、やってこう。メシマズ。これが最後かな？おい。よくあるやつ、カップルで。
ちょっと待って、もこみちしかそれ許されないからな。もうすぐできるから、食後のデザートはお前な。はい。お待たせ。うまそう。ちょっと一緒に食べようよ。一人で食べ、そういうことか。まあでも、料理めちゃくちゃ下手な、彼女。微笑ましいんじゃない？微笑ましいんじゃない？どうかな？自信たっぷりで激まず料理を提供するっていう、本当にサイコパスかもしれないな。味見しないんだ。わ、すごい。味見したの？うん、美味しい。ちょ待って、これもう、美味しい行くか。面白そうな結末が待ってそうだ。うん、美味しい。なんか震えてるけど。美味しくて震えてる。なるほど、西野カナ現象ですね。はい。これで行きましょうか。はい。美味しくて震える。よかった、どんどん食べて。うん。ここまでは、想像つく。あ、お腹いっぱいでさ、もういくらでも食べられるよ。ゆっくり味わって食べたいんだよね。これで行こう。もう、この、V ネックはもう腹ぶっ壊そう。もういくらでも食べられるよ。目がどっか行っちゃってるよ、これ。あー、おろろろってしてる。よし、じゃあこれ、ハエ戦法で行くか。着いたら大変だ。よし、行け。どうなる？あー、痛い痛い痛い。え？うぅー！選択肢がめっちゃある。じゃあ右から行きましょうか。弁当箱。右。どうなるどうなるどうなる。よし、タッパーに料理を詰めて持ち帰ろう。オッケー。大丈夫か大丈夫かそれ。もう食べたの？ごちそうさま。次は一緒に作りたいな。ごちそうさま。さて、食後のデザートをもらおうかな。これで行くか！行け！あ、来たんじゃないかこれ。あ、バカバカドジっ子かよお前。水どうなる？あ、お、あ、ごめん。大丈夫、まだたくさんあるよ。結構シンプルだった。じゃあ最後、醤油と塩かな。これ押したらどうなる？何してるの？全部ダメじゃん。何の選択肢だよマジで。じゃあ真ん中でいきますか。惜しいって感じかな。どうなる？あ、そう言われたら何？うわー、嘘！こんな素直なことある？あー、まだまだ、これだ。一番上、愛だよ。これでいけんじゃないか、強引に。美味しくなるおまじないがないんだよ。ケチャップでハートを描く。上でいけ。大丈夫か？大丈夫か？ V ネック！やばいな、これ。マジカルミラクル美味しくなーれっつってる。あー、それは引くわ。それは引くわ、誰でも。やべやべ。シークレットむずい。マヨネーズいくぞ。マヨネーズ。どうなる？マヨネーズ。おー、でもいい感じ。マヨラーであれ。彼女マヨラー説。来い、来い、来い。あー、待って。食えないことはないな。うん、うまい。うん、うまい。食えないことはない。ちょっと待って、これ、どっちも一緒じゃん。どっちも一緒じゃん。あ、待って待って、俺、騙された、これ。これ、カッコが心の声だった。ミスった、逆だこれで、これで、これで。よし、うん、うまい。これでいこう。よし、オッケー来たー、いいね。はい、ということで今回フラレ回避やってきました。充電が 3% です。あぶねえ。はい、ということで、面白かったね、これ。面白いからもうこれ、グッド押してください、皆さん。グッドとチャンネル登録お願いしますね。モチベーション上がるんで。うん。面白いね、これ。他のステージとかあんのか、これ。ちょっと待って。エンド集。あ、なるほど、これ。バッドエンドとかクリアとかが、いろいろあるのね。めっちゃあんじゃん。めっちゃあるね。まあ、機会があったらやろっか。ねえ。はい。すんげえ顔だな、相変わらず。はい。いや、面白かったな、これ。めっちゃハラハラドキドキだけど、なんかめっちゃ熱くなった。松岡修造並みに。ということで、小田君よろしくお願いします。また見てください。じゃあね。